千葉県大網白里町は千葉県の東部に位置する人口約5万人の町。千葉市や東京都心部からの郊外型ベッドタウンとして注目され、宅地開発も進み、 JR 京葉線の外房線乗り入れなど交通アクセス向上によって急速に人口が増えたベッドタウンです。この町で不動産関係の仕事を営む大里総合管理株式会社社長、所真理子さん。補助金やスポンサーに頼らず、会社経営をしながら社員全員が一丸となり、さまざまな地域活動に参加しています。今回は住民一人一貢献の町、社員一人一貢献の会社を目指す所真理子さんの活動をご紹介します。早朝、まだ人気もまばらな千葉県大網駅前。朝早くにもかかわらず、花の手入れをしている人たちがいます。所さんと地域の方々です。とね、ゴミが減ったよ。それから挨拶が、意識的にやってるんだけど、挨拶ができる駅、挨拶ができる町にしようっていうことの一つですよね。みんな自分たちの駅だし、自分たちの町だし、だから目に見えるとこで汚いとこがないと思うんですよ。これはとっても大切なことで、知らないうちに綺麗だっていうところはものすごく大切なことだと思うんですけど。所さんの会社では社員も進んでボランティアに参加しています。正直朝起きるの眠いなと思う時もあるんですけど、やっぱり一回関わっちゃうと気になりますよね。大網駅を安全で美しくする会代表大野さんに、所さんの印象を聞いてみました。不動産業とそのボランティアやって、それを両立させてる、ああいう人が世の中にできると、世の中は変わるな、私自身はそう思うんです。所さんの経営する大里総合管理株式会社は従業員30名、不動産管理や不動産販売、建築業などを営む会社です。所さんは先代の経営者である母から経営を引き継ぎ、すでに18年の月日が経ちました。母が経営していた会社で10年間社員として働き、自分がやりたかったこと、それは住民一人一貢献の町、社員一人一貢献の会社を目指すことでした。会社としてさまざまな地域活動を従業員と共に行っているのは、この信念によるものです。基本的な常識っていうところでは、仕事は収益が上がるものっていうふうに捉えてますから、仕事は収益が上がるための仕事と収益が上がらないけど大事な仕事とってあるんですね。で、地域貢献はその部類に入ると思います。それがあるがゆえに入ってくる社員さんがいます。大事なことだと思います。これだけ世の中ね、おかしくなってきてる時に、それをそっちのけでこの収益だけの仕事でいいわけないっていうのは誰もがもう気づいてますよね。そういう意味では仕事をしながら地域づくりも、もしくは世の中直しもできるっていうことは、喜びになるんじゃないかっていうふうに思います。所さんの会社では毎年売上の 1% を社員教育に充てており、社会貢献活動も社員の人は本業の一つとして自然に受け入れています。本業をやりつつ、その地域貢献活動も、そうですね、私は仕事の一部として考えています。当たり前のようになってしまっているので、はい。最初はね、社長のトップダウンでどうしてもやらなくちゃいけないっていう感覚になってきたんですけど、だんだんこう自分が変わってくるっていうか、自らがやるように風に変わってくるんじゃないかなと、やってるとね、
だから言われなくてもやるっていうような部分にそういう活動がなっているところもあります。こうした所さんの企業本来の業務と地域貢献活動を長年にわたり混然一体として取り組む姿勢に対して、平成22年度地域づくり総務大臣表彰個人賞が授与されました。評価された点は、地域のニーズにマッチした手作りの貢献事業により地域住民の信頼を得ており、身近な取り組みは住民一人一人の居場所と出番作りにつながっていること、自らの会社の収益を使い会社を開放し自立した活動をビジネスとリンクさせていることなどから、地域活動に対する強い意欲が評価されました。嬉しかったです。日頃こう評価されるためにやってはいるわけではない、だけどもどこかで誰かが見ててくれて、それを一つこの感謝とともにこう表彰してくれるっていうことは励みになります。で、私は、こんな会社がもしくはそんな人が増えたらいいなって常々思ってたんで、そのきっかけになればいいなっていうふうに思います。現在所さんの会社が地域の方と一緒に行っている社会貢献活動は、50km、100km ウォーキングの企画運営、コミュニティ通信の発行、ラッシュ時駅前の交通整理など多岐にわたります。特徴的な活動はたくさんあります。この日は会社のフロアをステージにして子ども平和コンサートが行われ、地元の住民が数多く集まりました。戦争を知らない子どもたちに平和について考えてもらおうをコンセプトにしたイベントです。580メートルで原爆は炸裂、不気味なキノコ雲は。子どもたちは自分たちの知らない歴史を学び、平和とは何かということを感じ取ります。風速400メートルの爆風、放射線を放った。そして所さんの会社も社員たちが参加し、大里合唱団として舞台に立ちました。社員全員による思いを込めた合唱は訪れた住民の心に染み込みます。子どもたちが中心になって平和のために自分たちでできることを伝え合うっていうことで成り立って4回目です。普通の会社だけど会社は夜使ってないとか、日曜日もしくは定休日には空いてるって、だとしたらこの空間を他のものに使えるじゃないか、この延長線でコンサートやなんかがいっぱいあるんでね。さらに会社を地域に開放して行っている活動があります。それは学童保育です。夏休みのこの日も子どもたちが2階の会議スペースで昼食のカレーを食べていました。私の子供3人いるんですけども、その3人の保育園の時は預かってくれるから、いきなり小学校になって夏休み預け場所がない。でうちの社員さんの子供もそうでした。自分たちのやりがいとか生きがいとかのために、で子供をその犠牲にしていいわけない。大人も生きがいを持って働くなら子供も幸せな夏休みを送ってほしいっていうことがきっかけでやりました。専任の保母さんなどはいないので、自然と年長の子どもたちが小さな子どもの面倒を見ることになります。また専用の部屋があるわけでもないので、
会議室が使用中ならオフィススペースまでをも提供します。ゴミはこれだと半分しか取れません。外側のゴミは取れるけど内側のゴミは取れません。だから中に指を入れて持ち上げることで全部のゴミがいっぺんに取れます。ただ子どもたちを預かるのではなく、社長自らが社会教育を行ってます。今日は会社の庭先を使っての工作教室。地元の職人さん3人と一緒に町の子どもたちとものづくりを行いました。町の子どもたちに自分自身でおもちゃを作ることの楽しさ、そして夏休みの思い出に残ればと所さんは教室を開きました。結構難しかったけど面白かった。面白いです。はい、作ってよかった。この中の水を蒸発させて蒸発させて、でここからなんか空気みたいな出して船を走らせる。そうです。すごい考えたじゃん。誰が考えたのこれ。見本があった。まあ、へー。で実際にやった、はい、走った、はい、走る。すごいのやったんだね。いっぱい勉強になるじゃん。子どもの時のその課題っていうのは、夏休みがビデオ漬けだとか、それからインスタント漬けとか、そんな風になることを、せっかくの夏休み、いい夏休みにできないかっていうことで、地域の企業が、大人が関わるっていうことが、将来ね、覚えててくれたとしたら、それがきっかけで社員さんになる、もしくはお客さんになるって、で現実にあるんです。所さんはこうした地域に開放したイベントなど50件を超えるボランティアテーマを設けて、地域の人々との出会いや一緒に活動できる仕組みを大切にしたいと思っています。その中の一つ、クリーンロード。毎月7日に地元の方と一緒にゴミを拾うボランティア活動です。きっかけはね、やはり大里の所社長が、このね、大網を少しでもきれいにしようっていう、その心意志、それに、打たれてというか、月に1回だから、その何きれいさとか、その汚さとかいうのがね、もう目に見えて分かります。所さんが今、力を入れているのが、東日本大震災の被災者の人たちへの支援です。地域の人々と被災地石巻の方々約30人をバスで迎え、会社に泊まってもらいながらディズニーランドなどを回り楽しんでもらいました。私は千葉県に来て初めてディズニーランドやディズニーシーに来ました。こんな歓迎会もしてくれて最高の3日間でした。ありがとうございました。みんなと遊んで嬉しかったです。悔しい気が分からなかったんですけど、初めて嬉しい気ができました。ありがとうございます。大里は社員一人一貢献から始まったんですけど、今は住民一人一貢献ができる町づくりを支えられる会社にしようと思っています。自分の町、自分の生きている場所っていうところをみんながこう自覚的にこう喜びを持って関われるような町づくりをしたいっていうふうに思っています。所さんの信念は今地域に広がり、その活動はこれからも深く地域と共に成長していくことでしょう。